皆さんこんにちは。大人の簡単ビューティーレッスンのみゆきです。今回のテーマは香りについてご紹介したいと思います。私は個人的に香りは好きです。天然のもの、人工的なもの、いろいろありますよね。香水や精油、お香やルームフレグランス、また雨が降る前の空気の匂い、海の匂い、花の匂い、料理の匂いなど、いろいろなところに香りを感じます。匂いと香りの違いについて。匂い、嗅覚を刺激する不快な臭み、悪臭。匂い、そのものから漂ってきて嗅覚を刺激するもの。香り、いい匂い、香気と分けられます。20代前半の頃は、このように私自身香水がとても好きでたくさん持っていましたし、友人の家に行くと、綺麗な香水の瓶がインテリアとして飾られている家もありました。強い匂いが苦手な方もいらっしゃると思いますが、私は香水売り場で延々とこう香りを試していっても全然平気です。最近は香水をつけている人がかなり減ったと感じます。いくつか要因があると思いますが、以前に比べて香水をつける量自体が減った、使うものがボディフレグランスに変わった、いい香りの柔軟剤が増えた、スメルハラスメントにならないように気をつけているなど挙げられると思います。ボディフレグランスの人気の火付け役は、こちらの、フィアンセボディミストではないかなと思います。こちらアットコスメには2011年6月8日発売と書いていました。その頃は私がドラッグストアの店頭で化粧品の担当をしていた頃で、爆発的に売れたことを記憶しています。数年前に各メーカーから高額柔軟剤が一気に増えた時代もありましたが、匂いがきついなどの声も上がり、その時に比べると、現在は柔軟剤の新商品発売は、落ち着いているのではないかなと思います。スメルハラスメントは体臭だけではなく、香水、柔軟剤なども対象となるため、香水やコロンが好きでも控えている方もいらっしゃるかもしれません。私も店頭で働いてた頃は、人ところにこうじっとすることがなく、いつもこうずっと移動しているので、あまり気にすることはなかったんですけれども、事務所勤務に変わってからは、同じ空間で大勢の方と一緒に仕事をするため、周りに迷惑をかけないように、強く変わる香水からボディフレグランスに変えました。私は人工的な香りも自然の香りもそれぞれ好きなんですけれども、こういった香水売り場でたくさんの香りを試した時と、あとは精油コーナーに行って精油の香りを試した時、また金木犀やカサブランカなど生の花の香りを嗅いだ時の感覚はまたそれぞれ違います。人工的な香りのものは好きか嫌いか、精油や花の香りは精神的な心地よさを感じます。普段から精油を使用したりお香を焚いて楽しんでいる方もいらっしゃると思います。私はフェイシャルトリートメントの際に使うオイルに精油を使ったり、寝つきが悪い時は好きな精油の香りをコットンに垂らして枕元に置いて使用することもあります。公益社団法人日本アロマ環境協会 AEAJ によるアロマテラピーの定義とは、アロマテラピーは精油を用いてホリスティックな観点から行う自然療法である。アロマテラピーの目的は以下の通りである。1、リラクセーションやリフレッシュに役立てる。2、美容と健康を増進する。3、体や精神の恒常性の維持と促進を図る。4、体や精神の不調を改善し、正常な健康を取り戻す。自然療法とは、人間が本来持っている自然治癒力を高めることにより、病気を未然に防ぐ、治癒を促す、体質を改善するなど健康の維持増進を図ること。恒常性、体内の変化や環境の変化に関わらず体内環境を一定の範囲で維持する仕組み。続いてアロマテラピーのメカニズム。五感の中で唯一脳にダイレクトに伝わるのが嗅覚です。香りの分子を嗅覚がキャッチすると、感情や本能を司る大脳辺縁系や自律神経を司る視床下部にその情報が伝わり、体温や睡眠、ホルモンの分泌、免疫機能などのバランスを整えます。またアロマテラピートリートメントなどによって精油成分が皮膚から体に働きかけることも分かっています。香りについて次回に続きます。